映画ワンピースフィルムゴールドの完成披露イベントが行われて、田中真由美さんらレギュラー声優陣、そしてゲスト声優の満島ひかりさん、七尾さん、そして北大路欣也さんらが参加をしました。すっげー面白いのができたぞ、絶対見ろよ。カリーナをやらせていただきました満島ひかりです。2代目オープニングテーマを歌っていたホルダー5というグループにいて、16年ぶりに同じ作品に戻ってこられたことが大変嬉しいです。これはワンピースの劇場版シリーズ最新作で、かつてないほどの壮大な世界観で繰り広げられる究極のエンターテインメント作品です。イベントで七尾さんに七夕の願い事を伺ってみました。バカラのような体になれますように。同じじゃないですかあのボンキュッボンですね。ボンキュッボンに、もう私はちょっとボンは本当にあのもう諦めてるんですけど、キュッだけでもキュッボンだけでもちょっと頑張って近づけるようにトレーニングなどを頑張りたいなと。七尾さんの体になりたい本当私も私もなりたい、頑張れ頑張れ。七尾さんの体に船長の顔ついてたら怖いわ。やだよな